ば給料ちょっと払うってとかみたいな調整も聞くわけで、じゃあどの時点の所得が半分減ったってことを言ってるかとか、そういうこともわからないまま自分でやりなさいっていうその枠組みだけどんどん押し付けられるような感じがして、ちょっと嫌な感じがしてますね。これだから本当にちょっとそれを任す人がいたんだったら、それに対する罰則っていうのもどっかで考えてるらしいんだけど、でもそんなね、ややこしいことする暇があんだから、もうだから俺は普段だったら嫌だけど、ばらまきゃいいわけだ。だからばらまき方っていうのをどういうばらまき方するんだろうって僕らは注視してたんだけど、それが要するに自己申告ですよ。しかもその単身で年収100万ぐらいでしょ、目安、うん、で夫婦で200万ですよね。ほとんどの家族当てはまらないですよね、うん、もっとありますよね、うん、それ1世帯30万の現金給付で言い方ちょっと古代広告じゃないんですか。これだから変な話、自己申告にした場合は、はい、面倒くさくなって行かない人とかも出てくるし、結局対応しきれなくなるから、どん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 逆に給付されるのが遅れる可能性も僕はあると思うんですけれども、これさらにですね、この30万円の給付に関してこのような不安の声も上がってます。申請方法は窓口が大混雑しないか不安という声。いやもうこれ東さんもさっき言いましたおっしゃいましたけど、間違いなく間違いなくね、これがちょっと感染リスクが低いなと、はいはい、3分の1の場所になったそういうことで、自分で窓口の職員は疲弊してきますね。例えば経済の専門家の方だって最初はいや両輪なんです、でもこの状況になったらいやいや経済っていうのは確かに大事だけれども、それよりもまずはコロナを封じ込めることを優先して一日でも早く封じ込めて